お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちら、メガナイトスケバレコカツというデッキをやっていきたいと思います。で、まぁ、結構有名なデッキだと思いますね。なんか、まあ、プロリーグでみかんさんも使っていましたし、結構前から存在するデッキなので、まぁ、いろんな YouTuber がね、上げてたりするかなと思います。僕も前に多分上げたことがあります。で、まぁ、ザップだったり、雪玉だったり、正直ここは好みかな。好みなんですけど、まぁ、最近ね、マジでグラチュレとかだと、特に、ラバが多いんですよ、ラバ。そう、ラバが多くて、マジでラバダクネがね、めっちゃいるんですよ。ラバダクネ、ベビーメガゴだったり、ラバダクネ、ドラドラだったり。まあ、ラバに対しては、このインフェルノドラゴンもありますし、あと高回転でね、この小物どもが、はい、めちゃくちゃ回るんで、ラバに対して結構強いんでね、今こう、まあ、環境を、巡り巡って、このデッキね、ちょっと強いんじゃないかなと思いますので、やっていければいいかなと思います。で、マジでね、こっちのアカウント取る全然上がんないんですよ。まあ、グラチャレなんで今サバーカー使ってるんですけど、ラットの方のアカウントは、今マルチ72ぐらいで、世界75位とかだったからなんですけど、まあ、今日ね、夜生放送しますんで、まあ、夜、夕方かな、まあ、6時、7時とか、まあ、そんぐらいに、はい、やりますんで、まあ、8時かもわかんないですけど、やるんで、ぜひね、まあ、ただただマルチやってる、動画にはなるんですけど、見に来てもらえたらいいかなと思います。で、こっちのアカウントは、まあ、レベルが、限られてるっていうのもあるんですけど、ジャイスケラを使ってたんですよね、ジャイスケラ。そうなんですけど、ラバが急に増えて、その、ラバに勝てないんですよ、このジャイスケラ。このじゃねえんですけど。そうなんで、よいしょ。そう、もうジャイスケラでトロが上がんなくなって、ちょっと苦戦してますね、こっちのアカウントは何であげるか。よいしょ。相手は、ベビードラ縦線、なんかわかんない。あ、これやりこぶ残ったー。こういう残ったのに、スケバレをつなげていきたいですね。まあ、このデッキの、まあ、使う特徴としては、やっぱ、ちまちましているんで、まあ、いい面でも悪い面でも、その、まあ、今回、一回ね、スケバレ適当に単体飛ばしたんですけど、こう、まあ、両サイドに振りつつ、こう、一体のこういうヤリゴブリンに対して、こう、ディガーであったり、スケルトンバレルを繋げると、これだってディガーだけだったら無視できるじゃないですか。なんですけど、こう、ヤリゴブリンがいることによって、これを無視すると、まあまあ、痛いダメージが入ります。なんで、こう、まあ、インドラでいいかな。ギャングでもよかったんですけど。はい。なんで、まあ、無視できない、ぼちぼちな形を毎回作ってあげるっていう感じですかね。で、ここ今逆サイにヤリゴブリンしても、やっぱ無視されるんですよね。なんで、それで課題作られたらちょっと苦しいと思うんで、一回こう、まあ、防衛からと言いますか、適当にこう、ケツセパして、これやっぱ一体のこれですよ、これ。もう、ケチが大事なんですね、このデッキ。一体のこれにこう、繋げると無視できないんですね。やっぱこの一体いるせいによって。よいしょ、というような攻めをこう、無限に繰り返せたらいいかなと思います。はい。まあ、ラット性格悪っていうのがこのデッキですね。はい。まあ、どれだけ性格悪く戦えるかみたいなのがありますね。だってこんなんも絶対無視できないんじゃないですか。よいしょ。でも、ラバに対してインドラあるんで、はい。で、今、タルババ使いましたねと覚えておきつつ、よいしょ、これはまあ、早めに。蓋しつつ。あ、待って、なんかコウモリが消えてる、俺の。あれなんかベビー、あ、ヤリゴブリンか。ベビードラにヤリゴブリン出したんですけど、消えてましたね。これちょっと一回カード回しで、スケバレ飛ばしつつ、これ、そっちにベビードラ使ったら、相手タルババだったんで、コウモリの処理がね、できないと思うんですよね。はい、なんでこのコウモリがいきますね。で、タルババ今使いましたねっていうのをこう覚えておきつつ、これ逆だったかな。これは、まあ、適当にこう、よいしょ。適当にって言っても、一番むずいっすよね、それが。あ、待って、左のタワーが、謎に削れてましたね、もう。これだけね、ちょっと怖い。さあ、いや、余裕ですね。そう、ラバーが、今やっぱ多いなっていう印象があるんですけど、まあ、そのラバーに対して、このインフェルノドラゴンが高回転で回るのと、まあ、この小物どもですね。小物どもが高回転で回るんで、ここでちょっとね、相手は攻めたいと思うんですけど、こう、形を組むことによって、右サイドやっぱ相手は防衛しないといけないんですよね、そう。で、そうすると、こう、ディガーも攻めにつなげやすくなりますし、こう、防衛もね、結構スムーズにやりやすくなるかなと思います。ダークネ避けないで!よいしょ。はい。
という感じで、まあ、相手がこう攻めてきた時でも、しっかりこう逆サイドにプレッシャーを与えることによって、相手のね、攻めの形を作らせないという感じです。なんで、こういう相手がラバとかの時は、こう、今一回もメガナイト出してないんですよね、多分。多分出してないですよね。やばい、シャシャって攻めたことによって、これやばいかも。めっちゃカウンター来る。こういうのになると、ちょっとね、危ないですね。メガネ出したな。序盤の方に出しましたね。さあ、ここは、リガポエ来た。いや、リガポエだけだと多分落ちないと思うんで、もう無視しちゃいますね。無視して、もうイケイケどんどん。さあ、フィニッシャーかな。タルババなんで、タルババ使った後のこのもう追加。これ絶対止まんないっすね。よいしょ。ガブリン行けって感じで。さあ、まあ余裕ですね。正直。メガナイトは、なんか、攻めていっぱいカウンター来た時に踏むぐらいですね。なんでまあ、今攻めでもあんま使えてなかったですけど、まあ、逆にラバーハンドは陸受けが厳しいんでメガナイトをどんどん攻めで使うっていうね、戦術もあるかなと思うんですけど、まあまあ、今のでも十分いいかなと、はい、思います。まあこれね、悩みますけど、ケツギャングして、相手がなんか出した逆サイにスケバレつけるだけでもだるいし、まあ何も出なくても、だるいですよね、これ。だってこれ無視できないですからね。ウッドだけで処理したくても、このちっちゃい下にね、ゴブリンとかが歩いてくるんで、それはまず防衛しないといけないっていうのがありますね。で、相手は、バルーンとかすごいアンパイですね、タルユキの。よいしょ。いや、違うな。来た。皆さん、お待たせしました。ラバハンドの登場です。よいしょ。いや、来ましたね。マジ、ラバめっちゃいるんですよ。で、こういうところはね、正直つけていいと思うんですけど、あ、一回待ってもいいな。削りますか、これは。なんか、ちょっと暇だなーって時に逆に固めて削りに行くっていう。で、ベビドラ、おー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 、インドラ。これね、相手ラバだと思うんですよ、マジで。お、すげえ。そう、ラバだと思うんですよね。で、このね、こう、ゴブリンとかにディガを飛ばしてあげることによって、やっぱこのね、ゴブリンが結構刺さるんで、相手これを防衛しないと大ダメージにつながりますんでね。よいしょ。で、まあ、ここは正直小物で。今のあのギャングでね、インドラ受けたんですけど、それで、なんかね、その、守りつつ、ディガを飛ばして攻めてあげるって感じですね。で、ここのベビドラはまあ無視でいいかなっていう。右側削られちゃってるんで、まあ左側少々削られても、いいかなと、思います。で、相手のスペル覚えてないな。タルババだったか、ザップだったか、ウッドだったか、まあ、そこ覚えとくだけで、ディガーギャングして、タルババ来たら残念ですし、逆に、相手が雪玉ならディガーギャングめっちゃ刺さりますし、相手がタルならディガーコウモリ刺さりますしっていうので、ちょっと相手の2コストのスペルを把握するのはすごい大事かなと思いますね。これちょっと早めに溶かしちゃおうかな。で、まあ、ワンチャンベビー来るぐらい。ファイボでしたね。ファイボともう1名がわかんないですけど。ファイボ咲いたんで、まあ、この小物がちょっと行きそうではありますね。はいはいはい。で、こういうスケバレで緊急回避もできるかなと思います。で、え？なんか違う。俺の知ってるようなデッキじゃねえ、これ。ファイボポイズンです。ファイボポイズン。ファイボポイズンですね。これちょっと、今回攻めたいですね。そろそろラバが多分展開されると思うんで。あ、展開してこないですね。展開してこないならば、こう逆サイドね、ゴリリ攻めます。ゴリリ攻めると、こういうビビドラがね、単体で歩いてくるんで、これをね、美味しく回収して、またこっちサイドにね、カウンターできるかなと思います。なんで、こう結構もう、僕、セパバックしてるんですけど、本当にこんなんでいいと思いますね。セパして、セパして、で、これに対して、また両サイドね、適当にこう、なんか振ってディガー飛ばすだけで、苦しいと思いますね。まあ、この相手が、まあ、たまたまデッキが特徴あって、なんかファイバーポイズンなんで、2コスが多分ないんですよ。この人、そう、多分、なんか、タルとか雪玉とかの枠がね、多分なってる、なんか、レアな、レアキャラチンキャラうおい、すごい。そう、すごいんすよ。まあでも、ラバがやっぱ多いのには変わりないなと、思いますね。なんで、これもあったらラバ来たら正直かますからね。もうなんか、テテテーンって感じで適当にセパして、スケバレつけて、ディガつけてみたいな感じで、両サイド振りまくると、まあ相手はついてこれないかなと、思います。はい。なんで良ければ使っていただきたいですね。このラバ環境。まあ、普通にトロー4000、5000とかあたりでも、エリババとかいるのかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、ウィザードとか、ネクロとか、まあ、ファルチとかにはメガナイトがすごい刺さると思うんで、
なんかその、たまに取る4000、5000で、何のデッキがいいですか？おすすめありますか？とか、まあ、聞かれるんですけど、メガナイトすごいおすすめしますね、僕は。まあ、メガナイトであったり、バルキリーかな。やっぱその、範囲攻撃の、奴らが強いんですよね、その辺って。まあ、簡単に理由言いますと、やっぱその、レベルが、まずはない人が基本的にはメインになってきますので、そうなると基本的にレベルを上げやすいノーマルが、デッキに入りやすいんですよね。ノーマル。で、ノーマルは小物ユニットが多いんですよ。この、まあ、ギャングであったりだとか、まあ、コウモリとか、まあ、ガゴムレとか、まあ、そういったカードが多い中で、まあ、それに対してやっぱウィザードとかのね、このバルキリーとかの範囲攻撃の奴らがぶっ刺さるんですよね。で、まあ、それがやっぱ多くなっちゃってると思うんですよ。まあ、最近ちょっと本当わかんないんで、全然違う可能性もあるんですけど。なんで、まあ、そこに対して、まあ、メガナイトがすごい安牌で使いやすいかなと思いますね。なんかこう、自然とカウンターにもつながりますし、メガナイトの後ろに一体ユニットこう、何かつけるだけで、こう、結構強い形にもなりますんで、マジでメガナイト入りのデッキはね、すごいおすすめかなと思います。メガナイトない場合は、バルキリーで、はい、我慢してください。というわけで、さあ、来ましたね、マッチングやっと。ということです。よろしくパコさんよろしくメキシカンですね。まあ、とりあえず、このデッキは結構自分から動くことができるデッキなんで、まあ、とりあえずね、セパします。で、ここにリガーつなげると、多分ヤリゴブリンがいることによって無視はできないと思うんですよね。そうそうそう。わ、JPP 枯渇だ。出た、懐かしい。多分、ザップとかもある。あ、ISP？ いや、なんか違う。え、なんかうまい。あ、でもこれは、陸が、あ、で、ザップ今使いましたね。ザップ使ったんで、ここにコウモリからの、これでもこれだけで相手地獄、地獄、地獄。で、これに対してはまあなんか来るので、ここで一回相手逆サイにね、こう言ってあげるみたいなとこありますね。そしたらこっちには絶対対応してきますので、こう逆サイがね、止まんないよっていう感じで。あー、インドラのちょっとね、元気なかったっすね。最近なんかそういう感じのこと僕言ってるんですけど。よいしょ！ギャングで受けつつ、さあ、いいギャング。あ、もうちょっと早く出せれたら、あー、このヤリコブリンがね、もうちょっと。間空いててもう一回受けれましたけど。お、すごい。これ僕の陸行きがないことを把握してますね。まあでも、ボス登場ですよ。で、まあここのメガナイトは正直カウンター繋がらないんで、まあ行き玉もいらないかな。はい。まあでも、今の相手7コス使ってくれたのに対して僕も7コスなんで、まあトントンかなと思います。で、ちょっと後取られてますね。一回ここ、防衛から行きたいんですけど、アイスピコウモリのジャイプリで、なんかメインとなる大きいカードがあると思うんですよ。マスケットとか、ああ、そう、そいつ。俺が言ってたの、君ね。そう、こういうのがちょっと厄介ですね。で、コウモリと位置離してあげて、で、ワンチャンプリンス、このダックプリはね、しょうがないかな。一回許容して受けてからのカウンターとしてね、こう、できるといいかなと思いますので、この辺にディガーつなげて、多分うざいですよね。ザップ、ファイボザップでウッド系が多分ないんですよ、この人。で、ここにジェイ繋げられて、僕は結構ツムツムかもしれない。あ、もうジェイ繋げてこないですね。この辺の人になると。よいしょ。まあ、これはまだギャングあります。おー、ちょい。この人勢いありすぎ。さあ、これは逆にでも今ザップ使いましたんで、難しいのと、多分このマスケットが攻めに繋がってくるのもだるいんで、雪玉で逆サイにやって、逆サイにやった？やってないな。逆サイに行ってないですね。で、これを守るのはなかなか難しいところではありますけど、相手はジャイを出さないと、さすがに突破できないよ、これ。さあ、お願い、耐えたい。僕は耐えたい。何があっても耐えたい。でも相手は何があっても攻め切りたい。さあ、どっちが勝ちますか？俺！俺！やっぱり俺。よし。え？まあまあまあ、はい。お疲れ様でした、パクさん。というわけで、まあ、陸がちょっと怖かったですけど、まあ、ヤリゴブギャングありますし、まあ、無理なところはなんかね、こう、焦ってギャング出さずに、今さっきちょっとあったんですけど、ダクプリがこう、タワーを殴ってから、こう、じゃあダクプリの後ろからね、ギャングでちょんちょんしてあげるみたいな感じでもね、いいと思いますんで、だからダメージを受けるのを恐れないでほしいですね。ダメージ受けても別に簡単に繋がれば別に、それ以上のダメージ出せる可能性も全然ありますので、まあ、というわけで、まさかのこう、メガナイトスケーバで環境強い説が、はい、すごいありますので、よければ、皆さん、結構使いやすいともね、思うんで、
まあウルトラ多いのは残念ですけど、お使いください。というわけで、よければチャンネル登録、高評価、コメントの方をぜひぜひよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。